札幌市交通局 A830 系電車名鉄も870系電車名鉄も870系電車は名古屋鉄道が札幌市交通局から1976年に購入した路面電車である札幌市 A 時代に鉄道ともの回路折レル賞を受賞二両固定編成で二車体の間を中間台車でつなぐ連設車1965年に 日本車両製造東京支店と東急車両製造で6編成12両が製造された。基本的な車体構造は元形式の札幌市交通局 A830 軽電車の項目を参照。愛称は土産庫。札幌市電には多数の連接車、連結車が在籍していたが地下鉄の開業に伴う利用客の減少と相次ぐ路線の廃止により 輸送力過剰であるとして1970年代後半より順次使用休止となっていた。同時期、名鉄は岐阜市の美の挑戦の輸送改善のために輸送力の大きい車両を必要としており、双方の利益が一致したことから1976年に新造最新形式の A830 系のうち、等急車両制の3編成を購入することとし、 も871体も872も875体も876となった。ちなみに、残る日本車両製造製の3編成は、札幌に残留し、1984年まで長期留置された後、解体処分されている。寒冷地の北海道と団地の岐阜との気候の違いから、1978年までに、戸袋窓を除いた側面窓が、 開閉式へと改造され、各扉には折りたたみ式のステップが追加され、安全地帯のない停留所での乗降にも対応した。車体色も、ベージュと緑から、名鉄のコーポレートカラーである、スカーレット一色へと変更されたが、それ以外の車体、制御、制動系などに、大きな変更点はなく収益した。名鉄では、ラッシュ時の混雑解消に効果があったものの、 電装品が600ボルト専用であったことから、河川電圧1500ボルトの鏡ヶ原線への入線ができず、使用に制限があった。このことから両方に対応する、副電圧車の880型が1980年から投入され、車両数に余裕ができるとも870型は余剰気味となり、 1988年にも871対も872の1編成が廃車された。残った2編成はその後も大きな変化はなく使用され続けたが、1990年代に入って冷房車が一般的になり、冷房を搭載していなかったも870型に、ついても1996年から1997年にかけて屋根状に、 三菱電機製の冷房装置を搭載する改造が行われた。この際、内開式の側上窓の廃止、側窓と扉の小型化による、側面開口部縮小、一部側窓の固定化、側面飾り帯撤去、パンタグラフ形状の変更、行き先表示器の大型一個化と電動化、既存の微灯の位置変更と、明鉄標準部品化、全面相化への微灯増設、 標準的な大きさの腰掛け背もたれと横引きカーテンの新設といった車体更新がなされた。これにより札幌市電時代の側面形状は完全に失われた。なお、2編成の間では改造後の窓配置が少し異なっていた。さらに2000年には輸送効率化のため、 高見ヶ原線と高見線へ乗り入れできるように機器の1500ボルト対応化とワンマン運転対応化工事がなされた。外観の変化としては屋根状に抵抗器が搭載され、運転台右側直後に客扉を増設して、K4 扉となり、前面の前照灯と左下微灯との間に乗降表示器が設置された。覆電圧車となり、 運用範囲の広がったも8 7 0系であったが、2005年4月の岐阜6 0 0ボルト電化線区全般に伴い運用を離脱。車齢の高さや数の少なさ、連接車という特殊性から引き取り手は現れず、2006年2月に廃車、解体処分された。現在も875の前頭部分のみが切断され、床下危機器撤去の上で、身の駅跡に保存されている。 晩年のデータを示す。ありがとうございます。